打ちました。はい。ご家族とかも。あ、はい、全部打ちました。土曜日に終わりました。2人子供おるんですけど、うん、2人とも。前回の緊急事態の時は全部休みやったもんで、白川郷自体がお休みみたいな。今回はや、うちも多分やると思うんですけど、緊急事態出ても。観光に従事されてる方が多いですから、9割方住んでるということで、安心できる材料にはなってると思います。世界遺産白川郷で知られる岐阜県白川村。先月25日から12歳以上を対象としたワクチン接種を村の診療所で始め、今月21日までに接種を希望する村民1207人全員の2回目のワクチン接種が完了。これは1388人いる12歳以上の村民全体の 87% に当たります。イコールで表す式のことを等式と言います。お邪魔したのは村立の小中一貫校白川郷学園。全校生徒は110人。昨日から夏休み明けの授業が再開しました。今日の音楽の授業は飛沫が心配される合唱や楽器演奏の代わりにタブレット端末のアプリを使って曲作りにチャレンジ。ワクチン接種が進んだとはいえ、感染対策は徹底的に。データ株のところについて、子どもたちにも感染するという情報は入っております。だからこそ感染対策をより一層強めて気を抜かないようにというところで、白川郷学園では12歳以上の生徒のおよそ7割が2回目のワクチン接種を終えたということですが、こんな心配事が。いろいろな事情で打てないお子さんやらご家庭のところもあります。そういったところも配慮しながら、ワクチンハラスメント等は絶対に避けなければならないところだと思って。合唱集落で有名な白川村、おととしは200万人以上の観光客が訪れましたが、去年は70万人と3分の1ほどに減少。今後観光客に来てほしいのは山々ですが、感染拡大があってはなりません。白川村によりますと、村民で今後新たに接種を希望する人がいる場合、白川村の隣の高山市に開設している大規模接種会場に行ってもらうということです。